また光が移動しているな。ナオミ、ここで待っててくれないか。ええ、わかったわ。ナオミ、今だ。そいつを取ってくれ。オッケー、取れたよ。うまくいったな。あれ、お前もこの仕掛け気づいてたのか。ええ、さっき聖子と一緒にね。そうか、俺はユカトだ。頑張ろう、きっと会えるよ、ユカちゃん。ああ。殺す、呪う、姉さん、苦しい、憎い、姉さま。消えた？何？なんで？何ここ？すごく寒い。それに何か匂うな。真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか。ええ、どこか。あった！な、サンキュー。臭い。カビだけの匂いじゃないよね、これ。ああ、あれ、なんだろう。どうした？ううん、なんでもない。なんだろう、既視感。この部屋、見覚えがあるような気がする。どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ。私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、バッテリーも切れてるから使えないな。天神小学校校長、柳堀高峰に寵愛されていた、その息子、義和。校内では教師として教鞭を振るい、生来、快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から、少しずつ自我を失い始める。わかりやすく表現するなら、その症状は、精神の子供返り、とでも言おうか。亡き母親から幼少の頃にもらった小さな文化人形を常に持ち歩くようになり、授業中に突然号泣を始め、講義を投げ出すような気候もしばしば。事件の起こる数ヶ月前にはすでに
相手からの言葉を理解することはできても、自ら言葉を発し、意思を伝えることは困難な状態になっていたようだ。児童4名連続誘拐殺害犯、柳堀義和の口から、誘拐から殺害に至るまでの具体的な経緯が語られることは、ついになかった。私は、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女子児童、篠崎幸子さん、当時7歳の、その後を追ってみた。新聞を賑わせた犯人逮捕時の写真では、赤いワンピースの印象的だったこの女児は、現場で同い年の子供たちが次々と惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者だ。心の闇を掘り起こすようで、酷であろうとは承知していたが、真実を追うためだ。計算すれば、すでに成人して10年以上も経っているはずだ。現在の彼女からなら、犯行時のリアルな証言を聞き出せると踏んだのだ。篠崎、お前、本当は強かったんだな。怖がりじゃねえよ。怖かったわよ。今も、わけわかんないもの。そうか。でもなんか今の幽霊消えたし、成仏成功っぽくね？大丈夫か？まあ、とりあえず拭けよ。涙と鼻水。うん、ああ、お前、俺の制服で。そういうの、言わないでって言ったでしょ。ガキかよ、お前。ああ、ひでえ。たく。やべえな。いつもはこんなことするやつじゃないのに。篠崎。
なんだこりゃ、扉の鍵じゃなさそうだな。なんだここは。シャワーがあるぞ。苦しい。あち、篠崎、大丈夫かよ。おい、また何か感じたのか。また鼻血か。鼻だからいいが、脳の血管でも切れたら大変だぞ。篠崎、ほらこれ鼻に詰めてろ。ありがとう。持ってるけど、もらっとく。なあ、例の影響以前に体力的にもう限界か。そろそろ休ませてやらないとな。雨で向こうがよく見えねえな。よし、
篠崎、ダメだやっぱり。頭、文化人形。風邪ひいちまうから。お前は建物の中入ってろ。俺が調べ終わるまで、更衣室で待ってろよ。あなた一人で、霊相手に何ができるのよ。いいから、何かあったら呼ぶからよ。その時は、助けに来てくれよ。バト、なんだ？これ以上負担をかけさせるわけにはいかないからな。なんだこの汚い水は。何が沈んでるか分かったもんじゃねえな。死んでも入んねえぞ。俺、泳げねえし。まさかあいつ、冗談じゃねえぞ。なんだよ、何が飛び込んだんだよ。篠崎、こいつにいるだろうな。いない。さっきはやっぱり。何やってんだよ、ったく。何やってんだよ俺。やっぱり目を離すんじゃなかった。うるせえな、くそ。さっき波が立っていたのはこの辺か。いた。今助けてやるからな。篠崎、よし、心臓は動いてんな。おい、頼むから息してくれよ。
心配させんなよ。落ち着いたか？ったく、なんでプールに飛び込んだりしたんだよ。岸沼君が呼んだんじゃない？俺が呼ばれてプールサイドに出た後は覚えてないけど、気がついたら目の前が真緑で、口の中にいっぱい水が。くそ、これも例の仕業か？騙しやがるとは。やっぱなんかあるな、あのプール。え、歯に何かいっぱい挟まってる。やだ、もだわん。シャワーの水出ないのか？ダメだ。口の中苦い、臭い、もう嫌。ふざけやがって。篠崎、とりあえず雨で体洗ってみるか。雨程度じゃ口洗えるかどうかわかんねえけど。よし、行こうぜ。あとでどっかで服乾かさないとな。どうだ？案外ちっすげた。そうか、よかったな。篠崎、さっき向こうに気になる部屋見つけたんだ。私も行く。その方がいいか。そうしよう。
なんだこれ。何かのハンドル？錆びついててこれ以上回らないか。女の子の名前。
る。逃げましょう。私は空気が重たくて耳鳴りがしちゃう。別館なんかあんのか気づかなかったな。また喋り出したぞ。今度はどこだってんだよ。ふざけんなよ、クソ人形！そんなとこにあるもの！取って、来れるかよ！誰かいるのか？森重！無事だったか？いやあ、岸沼。それに委員長、そちらも無事で何より。どうしたの？ああ、ちょっとな。お前、どこにいたんだ？別館の方にいたんだけど、さっき急に気を失ったみたいで、気がついたら
なんか校舎の雰囲気が変わってて。ああ、あと、持田と持田の妹にも会ったよ。ほんとか？あいつらも無事なのか？うん。なんか妹がはぐれてたみたいだけど。森重くん、それ、手に持ってるもの。うん？ああ、これ。この先の通路の床下で。見つけたんだけど。何かのまじない？これ、いるの？じゃあ、渡しとくよ。俺は今、人探しでそれどころじゃないんだ。じゃあね。なんだよ院長、その目は。そうだ、持田が一の絵で待ち合わせしようって言ってたよ。ああ。多分よ。鈴本のいるあの場所じゃなくて、近くの床にでも転がってたんだろう、これじゃなきゃよ。変な、怖い。あの人手血まみれだった。返してあげるべき体の部分がこれじゃ足りてない。どうしよう。
ちゃん。返してあげる。これ、あなたのものでしょ。やったな、篠崎。これで三人か。あと一人、赤い服の。もう嫌！幽霊と喋ってると、どんどん自分が死に近づいていく感覚がする。わかる？だんだん、自分の死に顔が、頭の中に、はっきりと浮かんでくるの。すごく嫌なイメージ。帰りたい、帰りたいよ。お母さん、お姉ちゃん、持ちたく。篠崎、わかった。次、俺がやるからよ。だから、しっかり。おおっ！ああ！また地震か！なんだ、これ！でかいぞ！失ってたのか。あ、どこだ、ここは。ここ、俺らの教室か。マジかよ！サトシやユイ先生たちは帰ってきてねえのか。サトシやユイ先生たちは。篠崎！しっかりしろよ！おい！息はしてるな。篠崎！おい！起きろよ！岸沼君。うん、あれ？見てみろよ、マリー。俺も信じらんねえんだけど。
嘘。あ、帰っ、本当、ここは、マジだよ。ほら、俺の机だ。本当だ。見て見て、私の机。ってことは、ええ、私たち帰ってこれたのよ。やったー。さあ、ざま見ろ、チキザ。もう帰ってこられないかと思ってた。サトシやユイ先生たちは帰ってきてねえのか。八時を過ぎて真っ暗な校舎の中に居残ることになるとはな。現実感ねえな。これ現実か？さっきまでのは夢だったんじゃないか？どこで何やってんだろう俺。どうした篠崎。はあ、なんだこりゃ。終わってないの？まだ終わってないの？お前は。してしまいました。何を言ってるの？あ、わかんねえよ。お母さんと顔を合わせるのが嫌で、学校の後私は家へ帰らずにぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら、私の隣に吉和先生が座って、うん、うんと私の話を聞いてくれたのです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから、私は好きでした。
けれど。お兄さん、お姉さん、ごめんなさい。あなたは5年生の菅野ゆきちゃんね。さっきはありがとうございます。殺された私たちを成仏させようとしてくれて。結局成仏はできたのか。なんでお前まだいるんだよ。いいえ、できてません。あなたたちから言葉を奪った、抜き取られた舌は返したし、あなたたちにひどいことをした犯人には懺悔させたけど、やっぱり許せない。私たちの成仏に許す、許さないというそれぞれの意思は関係ないんです。懺悔とは犯人と被害者との間に存在して、それ単体で私たち被害者の霊を動かすものです。私たちが天神小学校を異空間に閉じ込めている霊場の断片だから、私たちを動かすという方法は正しいと思います。だけど足りていないんです、犯人の懺悔が。あいつの文化人形が喋った言葉だ、足りないってこと。あれは、ち…で、なんだよ。なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのは、お前ら子供の幽霊たちだろ。それは違います。だと？私たちは異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前、鈴本を殺したじゃねえかよ。待って。もう少し聞こう。お姉さんたちだけでも無事に遅れてよかったです。なんで急に俺たちを気遣うような言い方すんだよ。私のお姉ちゃんに聞いたことがある。強い未練を残したまま暴力的に命を搾取された霊魂は、普通の人で言うところの錯乱に近い状態でとどまってしまうって。いろんな感情や思いがごちゃ混ぜになってしまっているから、本来の優しい心と聖者への妬みや敵意の気持ちとコントロールできずに、感情がくるくる変わるって。お前の姉さんって霊能師の？うん、ちょっと違うけど。どっちもこいつの本音ってわけか。だったらお願い、他の生きてるみんなも、持田くんや先生たちも連れてきてあげて。ねえ、できるんでしょ？もう、それは無理だと思います。どうして？あの空間は、たくさんの無関係な命を食べ過ぎました。あそこで死んだ人たちの恨
恨みの念が、もう満員だから。行き場をなくした悲しい思いたちの影響で、すべての霊がわずかに残った理性を失い始めています。私だって、もうすぐまた、生きてる人を、ただ無差別に襲うだけの怨霊になってしまいます。あなたも、味方してくれなくなるのね。だったら、なおさら急がなきゃ。何か、持田君たちを助ける方法はないの？一つだけあります。どうするんだよ。お兄さんも知っている方法です。あの場所へ戻って、私たち天神小学校の児童4名誘拐殺害事件被害者の霊を、みんなを成仏させてくれれば、歯車を失った異空間に大きな歪みが生まれます。そうすれば、もしかしたら。あそこへまた戻るのかよ。それに、せっかく残りあと一人だと思ってたのに、そんなつもりのお前ら3人も成仏してなかったしよ。どうしてさっき口ごもったの？成仏できなかった理由。それは思い出したくないんです。でもどうしても知りたいのなら教えます。あの時のこと。私、気絶したはずなのに、意識がある。真っ暗だし、体が動かない。なんか疲れた時になる金縛りみたい。ここは体が動かない。犯行現場で唯一生き残った赤いワンピースの女児、篠崎幸子。幸子の家族は事件後、怯えるように他県へ移っていったとされている。驚いたことに、この篠崎家についての記述はこの事柄以外、当時の書類や文献のどこを見ても何を見ても見当たらない。惨劇の舞台となった学校や現役校長の嫡男による凄惨な犯行、そのスキャンダラスな背景の取材に目がくらみ、この小さな生存者の聴取がおろそかになったのではと予想したが、そうではなかった。誰も幸子のその後をたどることができなかったのだ。体は金縛りにあったみたいに動かせないけど、部屋の光景が見える。私の他に男の子が一人、女の子が二人、顔に見覚えがある。
あの犯人に殺された天神荘の子供たちだ。まだ生きてる。けど、私を含めみんな手足を縛られて床に転がされている。だから私も体が動かないのかしら。縛られてるから目隠しを取ることもできない。こうしていると恐怖は余計に倍増する。耳がどんどん敏感になる。の子たちのおえつの声が狭い部屋に反響して、私も恐怖で頭が割れそうになる。何するのよ！どうして目隠しなんか！ねえ、話して！もう、ねえ、足ほどいてよ！何度も叫んだけど、男は私から離れていった。順番って何？声とは思えない凄まじい音波のような叫び声。端っこにいた男の子だ。それが延々と続く。今まさに殺されてるんだ。なんてこと、なんてこと。こんな残酷な目に遭ってるのに、なぜせめて早く神様は意識を奪ってあげないの！何十分経っただろうか。何度も何度も繰り返し絞り出された男の子の叫び声は、とうとう聞こえなくなった。間髪入れずに女の子の悲鳴が上がる。これももはや音だった。狂う！私の
ならない。早く早く。私は何を望んでるんだろう。わからないけど、とにかく早く楽にしてあげて。やがてゴンと何か重いものが落ちる音がして静かになった。大きくなる足音、ぞわりと全身の毛が逆立つ。胃から下に氷を詰められたような、一瞬にして下痢になったような丘。順番、私は何を安心しているんだろう。隣の子が死んだら次は私の番じゃない。あっ、髪の毛をつかまれ、頭をクイッと持ち上げられる。同時に目隠しを取られると、犯人の顔が正面に見えた。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で、行方不明だった児童たちの亡骸が発見された時の現場は、まさに賛美極まる凄惨な光景だった。鑑識の調査の結果、凶器は逮捕時に犯人が手にしていた大きな立ち切りバサミと断定。躊躇があったのか、男のものにしては軽めの力で、しかし執拗に殺意を持って犯行に及んだことは確実であった。公式発表では、児童たちの死因は舌を切り取られたことによる失血死とされていたが、実際にはもっとむごたらしい凶行が行われていた。以下は規制によりメディアで報道されていない殺害の手口である。現場で惨劇を目撃した幸子の証言に基づいている。手足を縛られ、目隠しをされた被害者たちは一人ずつ距離を置いて寝かされ、順番に殺されていった。一人はハサミで腹部をめった刺しにされた上に臓器を抜き取られショック死。臓器は地下室の土床に粗雑に埋められた。一人はハサミで数十回にもわたって頬を刺され、口から上の顎部がちぎれ死亡。目隠しを剥ぎ取られ、私の目の前にさらされた光景は想像を絶していた。血まみれの大きなハサミを手に、私を見下ろしていたのはさっきの大男ではなく、捕らえられていた子供たちの一人。帰り地で顔が真っ赤に染まった小さな女の子だった。正気のない灰色の目でじっと私の目を見据え、ついで彼女はケタケタと笑い出した。ハサミは不快な音を立て、せわしなく開閉を繰り返す。その錆びてボロボロになった血まみれの切っ先は、スッと私の目に向けられた。
いや、いや、いや、人はハサミで眼球を何度も刺された上にスープのように潰れた目玉をえぐり出され、苦しみ抜いた末に失血死に至る。その後、なぜか犯人は3人の遺体から舌をハサミで切断している。執筆している私も胸の悪くなる。まさに悪魔の所業である。児童3人が惨殺される中、唯一生き残った少女幸子、保護された後、泣きじゃくる彼女の証言から追及が進み、義和は送検された。言い換えるなら、彼を犯人確定に追い込んだ張本人である。彼女には自宅の所在も家族構成も一切の記録が残っていない。というより、はっきり言えば存在していた痕跡が全くないのだ。ここからは仮説になる。果たしてこれは本当に義和の犯行なのか、児童たちを殺害したのは本当に義和なのか。後期の義和は言葉による他人とのコンタクトは不自由だったとはいえ、基本的にはおとなしく他人に危害を加えるような性質ではなかった。これは彼を取り巻いていた親戚や付近住民の証言も聞くことができたので確実だ。突然このような強行に走る道理がないのである。一方、それまで健康であった義和の父親柳堀校長が突然奇怪な言動や行動を取り始めたのもこの時期だ。何かに取り憑かれたように屋敷の壁一面に意味不明の漢字の羅列を書き殴ったり、何者かに怯えるように部屋の隅にこもり大声でわめいたり暴れたり、こちらも相当な事態になっていた。そこに私は人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在。この連続児童誘拐殺害事件よりさらに遡ること20年、おぼろげながら真相を知る手がかりを私は見つけたように思える。廃校になった後、取り壊されて別の学校が建っている現在では、失われた天神小学校の地下室を調べることは不可能だが、私の助手が興味深い方法を見つけてきてくれた。不可能が可能となるかもしれない。これよりその準備に出かける。詳しくは次回の連載にてお伝えしたいと思う。楽しみにお待ちいただきたい。